かじゃなくて私が追い炊きにしてたのね。そう、昨日のまま温かいお湯にこの追い炊きって追い炊きして、んで歯入ろうと思ってたんやけど、そうお母さんが気ぃ利かして洗ってくれとってさ、それを知らなかったんですよ。そうで、お母さんの優しさやからありがとうと思って、確認しなかった私が悪いわと思って、15分くらいで溜まるんじゃない、溜まるのは多分ね、その15分20分くらいで溜まると思うんですけど、そう今から15分で溜まって、んでお風呂入ったとこで私多分出てくるのめちゃくちゃ遅くなっちゃうんで、12時超えちゃうから、そう今のうちにと思って、ラジオになってる、ラジオのも即座のことにも対応できる対応力はスペインで身につけたんですね。対応できる即座のことの内容が薄い薄い。お湯に浸かります、毎日お湯に浸かります、どんだけ暑くても浸かるの。初見かどうかはともかく頑張って、今晩も特急でお湯をご用意させていただきます。ビビさんがあれやった、お湯を用意してくれてたみたい、うちの電気のあの会社の方やった。そう、追い炊き、あ、玉ねぎさん、ナイスだるまさん、ありがとうございます。100個ナイス、ありがとうございます。思春期の意味かやったらお母さんにキレてたのにね。大人になったねって。私のお兄ちゃんかなんかかな、おたるくん、しーはるくん見てたけどやめました。あ、ごめん玉ねぎさん、ごめん玉ねぎさん、ハート100個ありがとうございます。お風呂長い派です、入浴剤使う派です、元初見、新しい元初見、いいねそれ、使ってこうかな元初見。私は使うことないか、自分対応力上げたいのでスペイン留学考えます。それ大阪でも東京でも身につけれそうやな。暑くなってから毎日シャワーのみって、スペインでシャワーのみやったから、そうそう、日本ではぬるいお湯でも浸かりたくて、そうで浸かったら本当に疲れが取れるんで、むくみとかも取れるから、そうお風呂に浸かるようにはしております。そうね、お風呂大好きなので、お風呂入るまではさ、やっぱさなんやかんやしてて長かったりとかもするかもしらんけど、スペインでお風呂に浸からない日々を経験しているからさ、なんか日本で入れる時には毎日入ろうと思って、そう毎日入ってるの。うん、今のところお風呂入ろうと思ってお風呂がないとパニックになって夜の街を走り回りそうなので。それはどんなメンタルや、逆に怖いわ。逆に怖いってなんやねんな、自分で言ってて思った。走り回らないでください、あの車初見だったのにな。新しいのよ、黄昏方が新しい。よいしょ、風呂は冬でも浸かるの5分ぐらい、冬もほとんどシャワー。そうなんですね、あんまり浸からないタイプなんや。もう冬場なんて絶対浸かるよね、浸からんかったらもうしんどい。送っちゃったけど大丈夫？コーヒーですか？なんちゃらコーヒー？カンカンのコーヒー？30何本入り？やばい、やったー、ずかさんやった、ありがとうございます、嬉しい、超嬉しい、マックスコーヒー嬉しい、やった本当に楽しみにしてく、嬉しい、ありがとうございます、やった朝の配信のお供にしようかな。旅行で温泉なんか行っても浸からないで終わるわやって。え、もうそんなんもったい
いないもったいない。旅行で温泉行っても2回入ろうかなって感じ。夜と朝と2回入ってやるぜって感じです。行動力が素晴らしいですね。行動力素晴らしい、ずかさんさすがです。やった、ありがとう。うちのワンコもマックスでした。そうね、ずかさんのうちのワンちゃんもマックスくんね。だからマックスコーヒーもきっと美味しいことなんやろうな。いい名前やから。いったー、ぶつけた足。聞こえた？バーンって。旅館で朝風呂したことないようだって。したことない派ですか？旅館にあんま泊まったことないねんけど、ホテルとかやったら、温泉スパみたいなとこ2階ついてたら、2階ついてたら、ちゃうわ、ついてたら2階行こうかなって感じ。 See you soon、 こんばんは。間違いなく甘いぞって。そんなに 甘い？ね、ボスキ君だからにえって。何時に起きるんですか、いつも。旅館のナンバー2をやってる同級生がいるので、お風呂一番でいただいてます。すごいすごい。旅館のナンバー2って何？レニアの愛犬の名前もマックス。ほんとやほんとや、マックス君多い。ホテルで朝昼夜晩風呂入ったことある。ご飯的な三色的なノリで。すごい、自分のエミくんの太陽くらい甘いって。あまあまや、それはめちゃくちゃあまあまやった。朝ごはんに間に合う時間最高ですね。でもね、だってホテル泊まってたらやっぱ水道代もやっぱ全部さね、ホテル持ちやから、 今やろ入るならって感じじゃない？ケチな大阪人の考えやわ、ほんま。でもこれを考えるようになったのはスペインでなんですよ。スペインのお家ではお風呂入らへんからさ、水道代がむちゃくちゃ高いんですよ。そうむちゃくちゃ水道代が高いんで、でお風呂でも入りたいけど入れへんって時は、だいたいどっかホテル泊まりに行った時とか、旅行でどっか行った時とか、お仕事どっか行った時とか、ホテルに泊まった時にそこに湯船があった場合だけ浸かる。この前のイベントでゲットしたアバター戦制作権、そう作りたいね、一緒に、皆さんと一緒に。どんなんがいいかな。今大変なことに気づいた。電気代の支払いが今日までやから、コンビニに支払いってくる。うわーやばいやばいやばい、急げ急げ急げ。え、あと30分もないけど、レオさん急がないと。タイトル見たけど、そんなに長くやってくれるんですか？長くやりますよ。25分までやります。イエイ。おまけつけておいたから、謎って。え、何のおまけ？何気になる。やんちゃくれさ、えみちやっほい。日本の2倍以上するの水道代って。正直差は分からないんやけど、そう、でもスペインはもう例えばお風呂の時間長かったら、長い言うてもお風呂の時間例えばやけど、例えば30分とかなんか入ってみたら、もう何してんのみたいな感じ。怒られる。電気代は1ヶ月遅れても大丈夫。そうなん？こんばんは、ゆえくん。セブン行ってくるけど、なんかいるもんある？持っていけない。そうやな、セブンやったら、じゃあセブンのとりあえずコーヒーと、コーヒー、セブンコーヒーと、カラムーチョと、ハーゲンダッツ。ちょっと頼むかな、そしたら。よいしょ。すごい好き、なんかそういうの、コンビニ行ってくるけどなんかいるもんあるみたいなやつ。めちゃくちゃほんまに人に言われて嬉しい言葉のランキング上位に入ると思います、それ結構。そういうの大体なんて言ったらいいんかな、何か誰かが何か欲しいと思ってる時じゃないですか。例えばお仕事の時とか、コンビニ行ってきますけど何か言いますかっていう一言。
こう言われるだけで、多分私たちは今その飢餓状態なわけですよ。おにぎりをみたいな、なんかアイス食べたいですとか、そう、そういうのって本当に今こそ聞きたかったぜみたいなね、時に聞くえる言葉やと思うんですよ。コンビニ行ってくるけどなんかいる？欲しいもんかなくなってるもんです。え、調べようかな。調べちゃおうかな。こんばんは、こんばんは、かずくん。電気代遅れても翌月めくれるハガキで請求来るだけやって。なるほどね。まあでも間に合う分に越したことは。えみつの家に行くし、なんか持ってくわって。この時間ピンポン来たらビビるけどな。この後24時回った直後からレオさんが音信不通になったら笑う。Wi-Fi が使えない言うて、2ヶ月くらいなら止まりません電気代って。もうみんな知ってるのね、プロなのね。白玉さん、お疲れお疲れ。実際にはえみちに言うことない言葉ランキング第1 第1位ではなくない？ひょっとしたらどっかで言うかもしれないよ。白熊さん、チラリいらっしゃい、チラリです、こんにちは。コンビニ行ってくるけどなんかいるって、めっちゃいい言葉やわ、ほんまに超好き。コメントに、多分えみちの家はそこってあったらめちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い、それはやめてください。家特定だけはやめて。今大阪に帰宅中。お、今ですか？遅い時間までお疲れ様です。白熊さん、お仕事ですか？タッキーのファンレベルが6に上がりました。やっとやっとやっと。マクド行ってこようかしら。マクド行ってくるけどなんかいるって。マクフルーリーマクフルーリーください。あとチキンナゲット、12個。12個いらん。冷凍用で。あのマクドのポテトってほんまに食べすぐ食べないと美味しくないよね。ゆうさん、こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。自宅は北極、北極から大阪まで帰宅って、もう帰宅のレベルじゃないわ、ほんなら。帰還レベルが。えみくちわーん。3時や、3時。あ、今日ワンピースの103巻買いましたよ。やった、ついに念願の103巻を買いました。あとは映画に行くだけ。三次会三次会なん？ 103 巻。ナゲット15ピースまでやってる？ 5 個ずつ3つに分けて冷凍しといたらいいでって。好きな時にマックのナゲットが食べるよって。ポテトのクーポンがないのが激うま？辛うま？クーポンがないのって何ですか？あ、明日トークポートよろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。明日トークポートです。まだちょっぴりだけ、あ、まだちょっぴりだけ、ちょっぴりだけまだ余ってるので枠が。なのでぜひ皆様よかったら売り切れにしちゃってください。よろしくお願いします。明日です。公共料金延滞のプロが視聴者にそれを採取そんなん嫌や。確かに嫌や。確かに嫌だ。マクドのポテト冷えたらフライパンで炒めたら8割以上復活するって。そうなんですか？これもまた豆知識。タッキーさん、結構マクドのやつなんか温めて復活とか冷凍して復活とか、なんか結構マクドの食料品余らせてる？あ、3時間ってことか。秘密の家は知らないけど、去年神枝、あ、ホーズウェイ駅なら行きましたかな、これ。どこなんでしたっけ？ポテトのクーポンがないのがつらい。ああ、ないのがつらい。クーポンつらみ。そうだ、明日だった。玉ねぎさん忘れちゃダメよ。ナゲット15個の390円なら30日まで。
30日までか。いけるかな。いかんかな。明日の特報は買えませんだって、ずかさん。そうなの、ずかさん。そうなの。あと何枠あるんやったっけ。30日まで歯医者の帰りに買おう。しっかり食べてからまた歯磨きしてくださいね。31じゃないんやね。今月31日までありますよね、確か。発生駅は日高港、日高高山、次の駅のどかな田舎でしたよ。何県です。明日は孫とイエスシアターです。お、楽しみだね、それは。いいなぁ、私もイエスシアター行きたいなぁ。というか、なんか舞台見たりなんかそういうのしたい。エンターテインメントに触れたい、見る側も。明日はあと2枠、2枠売り切れるかな。ドキドキ。売り切れますように、僕は祈っているよ。2枠炎着屋さんがなんか言うてんで、なんか言ってるで。岐阜県か。岐阜県ね。みんな早く買わないとなくなっちゃうぞって。なくなっちゃうぞー、みんな頼んだぞー。はい、じゃあ予約が28日。あ、全然余裕ですね。あと2日もありますね、終わってからも。ダーリンダーリン、ちょっと待ってですか。うん、並んで空いてるから10分枠1つとも考えられる。あ、なるほどね。2個こう買っちゃえば、誰が来てくれるのかしら。奈々ちゃんが今日 NGK に行ったってやって。そうなんですね、木村さん、すごい。そういう情報までもぴったり、しっかりか、ぴったりじゃないな、しっかり、素晴らしい、さすがです。お笑いも見に行きたいなと思っておる。お笑いも行きたい。うん、落ち着いた。とりあえずストレッチしたので落ち着きました。あと寝る前に、あ、明日の用意しとこ。よいしょよいしょ、明日の用意しよう。っと東京に来たらつーちゃんのステージも見てくださいだって。みたいな。あさっては4枠売り切れるかな。売り切れると思う。売り切れてほしいな。売り切れるかな。売り切れますように。最善にご案内します。スタッフ、プロフ画像を変えたえみち多分笑うって。プロフ画像あれやんな、やんちゃくりさんの場合は押さなあかんねんな、プロユーザープロフィールのやつを。押さんと見えへんのよな。ほんまや。ほんまや。あきら先生や。ルームプロフィールにしたらみんなに見えやすいかも。売り切れごめん。さあやって、そうよって、この子。ゆみかちわんが勝ちでいてるよ。吉村さん、はじめまして、おら、はじめましてじゃないのは知ってるけど、おら。
初めましてじゃないけど、オラこんにちは、いらっしゃい。白玉さんが言ってますけど、言ってますけど本当ですか？いてんのかな、見てくれてるかな、見てくれてるのかな、おひろさん。白玉さんじゃないのって。明日2分あ5分2枠並び、明後日5分3枠10分枠1つだって。5分2つ並び。売り切れてほしい、切実。あの頃は初めましてやったのになーって。今日はタッキーがなんか謎なこう黄昏をする日。よいしょ。残ってますな。どの頃や、やって。確かにそう言われるとどの頃や。こうしたらええんか、配信ルーム非公開にした。あ、したら、あ、見やすい。そしたら見やすくなったかも。確かに。いいね。ナイスナイス。見やすくなった。ウェイ。さすが。そう、さっきすごい眠たかったから。まだ眠たいわ。なんでなんやろね。今日結構寝たはずやのにな。まだ眠たかったですね。どの頃やろうなーって。どの頃やろう。TikTok のトップ画と同じやつ。あ、そうなんですか。TikTok もこれなの？山根木さん音符ナイス。ありがとうございます。ナイスです、ありがとうございます。あの頃はネギパーティー、本当にネギばかり食べてたね。見た、見てくれました、ネギパーティー。めっちゃネギばっかり食べてたやろ、美味しそうだったでしょ。ネギパーティー美味しいの。やんちゃくらさんも、はあ、ネギパーティー美味しかった。うれひろさんよろしゅーって書いてる。うれひろさんおる？二人とも。はあ。おしんぼで鍋でネギの食べくれ比べなんてやってたけどさ、で、何それ食べたい。あの頃は良かったなーって。どの頃、どの頃どの頃やろう。ナンバーライブ29日当たったし、お話し会発表あったからお金ないって。新次さん、新次さんならいける、新次さん、新次さんならいける。なぜかしら、今回はしれっと完売にできませんやって。なんだって、なんだって、今までの完売歴が途切れてしまうの、やだ。誰かがかっこよくこうバンと売り切れにしてくれることを私は願っているわ。この先会えるイベントありそうだから耐えてるって。でもイベントはガチでなくて。そう、イベントはガチでないんですよね。ただでもちょっと一個告知を楽しみにしていてほしいなーっていうのは一個あるんですけど、会えるイベントかって言われるとどうだかな。
やだやだ、誰が閉めるさって。ほんまやで、ずかさん、ほんまやで、ずかさん、行くしかない。ちょっとお水を飲みました。もう一回ちょっとお水飲みます。少々お待ちください。あ、くしゃみしそう、くしゃみしそう、ううあ、すいません。たあ、美味しかった。お水うめえ。よいしょ。我慢するもんじゃないでって、たまちゃん。100メートルランナーさん、こんばんは。BPM さん、こんばんは。会いたい時に会う、それだいい。それだいい。その心地にはお金があまり飛ばなければ追加してもいいけど。玉ねぎさんが悩んでる、悩んでいる玉ねぎさんが。心地もうしばらくお待ちくださいね。もうちょっぴりお待ちいただけたらお伝えできるかと思います。ゆえ、まだね、いつ言えるか分かんないんで、今日か明日かな、明日かな、明日には言えるんちゃうかな。明日には言えますようにって感じやけど。パタパタ飛んでいく。20日に届くようです、謎って。謎さんが届くのな、謎だって。謎なの、謎なの。好きって何、急にどうした。急にどうしたんだ。SKE 今夜も勝手に寝かしつけてもらうよ。眠れ眠れ、よいしょ。私はもう十分すぎるぐらい今回申し込んでますよ。確かに玉ねぎさんはいっぱい申し込んでくれてるって。ナンバーウォークでなんか夏の大抽選会の応募券もらった。応募してみるかやな。何がいいかな。こんばんは、岩ちゃん。あの頃は好きやったのにな。誰のこと。 SKE の推しの卒コンと HKT の推しの卒コン公演が本日揃って爆死。うわ、爆死、それ爆死だ、それ爆死だ。どうしたん、ピアス？ピアス？岩ちゃんこんばんは。南北何日なんやろ。大阪暑い、混んでいくよ。嘘、暑いよ大阪。暑い、めっちゃ暑い。めちゃくちゃ暑い。ナンバーウォークご利用500円ごとに豪華商品ゲットのチャンス。あなたは自宅で楽しむ派、アウトドア派、タイプに合った2つのコースから欲しい商品を選んで応募しよう。ご利用500円ごとに本券を1枚申請。下記必要事項ご記入の上、各パーク内、パークに、設置の応募箱に投函。抽選で豪華商品をゲットだって。
湿気は高いね、確かにね。おすすめの場所、ナンバ、ユニバ。この写真割と天使だよね嬉しい、天使って言ってくれて嬉しい、ありがとうございます。めっちゃなんか絶妙なピースって言われるんですよね絶妙かな、かわいい、かわいい、嬉しい。あ、言うてないけど、割と割と、ナンバ何年も行ってない。あ、ナンバ行こう、ナンバ、ナンバナンバ行こう、ナンバ行こう、ナンバとユニバは何度も行ったよーやって。行ってないようなところがいいですか、なんでそこみたいなところがいい。天保山とかも行きました、もう中崎町中崎町カフェ巡り、あ、違うかった。なんかいろいろありますよ、あれ、ペテンシ、ペテンシナンバーウォークのやつ、おうちで夏満喫コース、で自動料理鍋、エイアビアビエン、マジックグリル、 SK2 スキンケアセット、ニンテンドースイッチ、レゴクラシックアイデアパーツ、ホイール、日米人気ボードゲームセット、アイリス大山サーキュレーター、サーキュレーターって何、テスコムツーウェイアイロン&ヘアドライヤーセット、ジャックリーポータブル電源400、何これ、青山フラワーマーケット、ロゴスエアマジックドーム、何これ、フォールディングバイク、折りたたみ自転車、お、折りたたみ自転車欲しい、モルック木製投げゲームセット、ソットバートセット、ポータブルバドミントン、バーベキューコンロ、パナソニックスチーマーナノケア、何がいいと思います、何がいいと思います。ナンバは近鉄電車で降りる場所ってイメージだな、やって、あー、なるほどね。私、いや、近鉄あんま乗らんのよね。うん、海遊館行って観覧車乗った、もうじゃ行ってるな。バーベキューイベントやったらそこもおすすめじゃないって。淀屋橋、淀屋橋なんもないねんな。天満か、天満や、天満はあるかも、確かに天満もいい。近鉄電車でナンバー降りて真ん中か千歳に行くイメージ。千歳、道頓堀の観覧車はねおすすめせえへんわそういうの当たったことない、一回当たったのこの間、そう、日付変わりましたって、イエーイ、こんにちは、今日こんにちは、昨日バイバイ、たけさんこんばんは。サーキュレーターは空気を循環させるやつ、ほぼ扇風機みたいな。あー、なるほどね、なるほどね。天満に何があるの、天満に何があるか、モールとか何がある天満って、あ、肉水ね、肉水ね、どんぼりのドンキのやつはやめときやって、乗ってん、ずかさん、ずかさんが乗りはってね、私乗ってないけど、じゃあ大阪城公園、京橋は、京橋乗ったでやって、天満にはエミチファン御用達のホテル京阪天満橋があるよって、ほんまやほんまや、エミチのファンがよく行くホテルがあるよ、ハルカスね、ハルカスね、ありかも。スマイル弟あっくんいらっしゃい、なるほどね。阪神トンネルから抜けれたトラホーいらっしゃい、今日も行ってたの、ホテル京阪、ホテル京阪がなんかホ
ホテル京阪かな、ホテル京阪天満橋、めっちゃ安くていいらしいですよね。結構なんかイベントとかの時にみんな遠征組がよく泊まってるらしい。あ、そうそう、孝太郎さんね、こないだ言ってたね。あれ戻ったような。本当にミニクさんも乗ったん？なかなか乗る人おらんで、あの観覧車、観覧車の話ですよね。あ、乗ってないって、乗ってなかった乗ってなかったっす。いいらしいって言ってないじゃんって。あ、私は言ってない。私は大阪に家があるので、そう言ってないけど、遠征組がよく泊まってはるよって。あ、ほら白玉さんよく言ってはる。阪神電車梅田、福島から抜けたら野田駅に到着だって。そうね。よしーさんこんばんは。お値段の割にいいよって京阪はいいやん、乗りたいって言うから車両に乗ったいい彼氏さんやな、ほんまにな、いい彼氏さんや。私はなんやろな、ディズニーランドに来た。なんかシーズさん、それはめちゃ実家が大阪やから行ってたらびっくりだわね、確かにね今日は阪神戦、自宅観戦。あ、自宅観戦だったんですね。阪神勝った？勝ったって言ってたね、確か今日、うん。あとは大阪の、行ってほしいところな。ピンとこやんね。目の店の前で割引券配った。必死じゃん。どうぞどうぞお入りください言うて。そうですね。でも僕は自分の家の近くのホテルいろいろ泊まりますよ。あ、そうなん？そうなんですね。めちゃくちゃ泊まるわけじゃないからな、私な。この間でもそのちょっと泊まったけど、なんて言ったんやっけ、イギリスのコース授業受けてた時にホテルは5つ泊まりました。ホテルニアは自分行ってみたい CM ばかり。確かに CM めっちゃ行ってやってるね。タッキー平方なのカードの下の亀田美香です。だよだよ、このところオリエンタルホテルばっかりやって。オリエンタルホテル高いイメージやけどな、いいんだね。そういえばエミチの同期に甲子園に応援行くと阪神が負けという、敗北の、え、じゃあ敗戦の女神がおったなって。そうなん、誰、まさかといえば NMP 劇場前で記念撮影、これは行ってほしいですね。確かにね、親方はばあちゃん家ある。あ、そうなんやん、タッキーさんおばあちゃん家あったんやん。なるほど、それはよく行くね、おばあちゃん家あったら。いつもこう劇場公演の前にわなかのタコせん食べてました。わなかのタコせんほんと美味しいよね。あ、レオさんおかえり、無事支払い終わったって、お疲れ様ですよかった、お支払い終わったみたいでよかったです、おめでとう、お支払い完了。のんびりできるところ、のんびりできるとこがいいの？のんびりできるんやったらそうやな、どこが一番のんびりできるかな。のんびり、大阪であんまのんびりってできやんのじゃん天満橋、天満とかに川みたいなのあるよね、あの辺こうぶらりしてみるとか。高瀬のたこ焼き値段それ大きい200円でもたこ焼きが2個に、あ、なんか変化しちゃったんやったっけ、変化しちゃった。ひらば行ったことないの、注文の品買ってきました、アイコンタッチして
ラムーチョとサーガナッツ。いいな、食べたい。めっちゃいいや、羨ましすぎる。いいな、いいな、いいな。しゅうちゃんなんや。東海ツアーのレンタルはあれでお得。あ、東海ツアーいいよね。よく使う意味かも。しゅうちゃん、同期です、同期です。でも知らなかった、私これ。サイレント値上げ？つらみ。サイレント値上げ、つらみ。コーヒーは飲めない体質なので、セブンコーヒーは買ってないです。カラムーチョをお楽しみください。トラコの時、しゅうちゃんとの握手会、いつもタイガースの話してた。そうなんや。楽しいね。焼肉イブかゲームイブお待ちしております。焼肉したい。焼肉イブやりたすぎて、焼肉イブやりたいな、本当に。ゲームイベもやりたいねんけど。万博記念公園？ああ、万博記念公園、確かにゆっくりできるかも。賢い、確かに。確かに、確かに。万博記念公園、いいですね。ゆっくりできそうだ。陸路おじさんは確かに美味しい。でも、陸路おじさん一人で行って、一人でなかなか食べれん。万博公園行ったことない？あ、新宿さん行ってみましょう、じゃあ。タッキーさんのアイデア、万博公園。いいですよ。ハーコとの握手会、いつも笑顔で迎えてくれてました。そのイメージあるわー。カップヌードルミュージアム。これ結構有名なやつだ。ね。すごいタッキーさん結構いろいろ知ってはるね。すごい。お詳しい。に触れるよくねって。で、水族館無理なの。そう、水族館がどうしても無理で。そうなんですよ、水族館が苦手なの。あんまりそういう人いないですよね、水族館が苦手で行けないの。嫌いなの、水族館。天王寺動物園、リクロおじさん座って食べれるとこあるの？いや、ないんじゃないかな。リクロおじさんお土産って感じ。ちなみに行くと負けるから行かなかった？ 日本シリーズ、しゅうちゃん見に来いって思ってた。なんで負けてほしかったんですか？ベビースターラーメンのテーマパーク、なんばパークスにあるんよ、ベビースターラーメン。え、行ってみたい。それ知らなかった。リクロおじさん2階行ったことない。え、2階なんかあるの？ああ、551のアイスキャンデー。フルーツ美味しい。マスカット限定販売中。そうなんや。皆さんよく知ってるね。お魚とかの集合体怖い感じ。なんかね、水槽が無理なんですよ。あ、水族館苦手な人いました？ちょこちょこたまに見かける。私も。なんて言ったらいいんやろ。水槽が苦手で。圧迫感。ちゅうちゃんしょっちゅう水族館行ってたなーって。あ、リクロイさん、難波店座って食べれます？やって。え、大きいホール1個？ 水槽のトンネル割れたらどうしようと思う。確かに。ポクポクか何かで？水槽がでも壊れるかもっていう恐怖ってわけではなく、そう、単純になんか圧迫感が無理で、そこにはひょっとしたら私も気づかないうちの、なんか割れたらどうしようみたいなのもあるのかもしれないけど、だからそれがメインっていうわけではなく、カットしたやつ食べれるんや。あ、
そうなんや。じゃあ行ってきてくださいよ。行ってみてください、シユースさん。北エリア？ホリエリア？ホリエリア高いイメージ。たまにでも行く。俺、阪神の対戦相手だったホークスのファンでも、あ、そういう方ね。なるほど。無難に大阪城。確かにそこもゆっくりできる。リクロージさんの住之江公園店も座って食べられて、コーヒー無料？アイスコーヒーはありません。コーヒー無料、激アツじゃん。熱々激アツじゃん。それいいね、確かに。コーヒー無料なんや。あ、なんかこう見たらいろんなとこありましたね、行けるところ。私が知らへんだけで行けるとこが結構ありましたね。タコハチ、タコハチ、前の彼女は魚と目が合うのが怖いって水族館行かなかった。あ、でもね、わかるかも、そういう気持ちも。確かに魚と目が合うの確かに嫌だ。うん、でもそれがメインってわけではないけど、でもわかる。タコハチってたこ焼き屋さん？ミリケンさんよくねって。ミリケンさんに会いに行く？ブーさん、ブーさんこんばんは。ブーさんのことブーさんっていつも言っちゃう。ペットショップの熱帯魚コーナーの横にイルカ？サメ？イルカおるわけないか。そのペットショップの水槽コーナーも無理なんですよ、私。同じ感覚で。同じ感覚で怖くて無理の。水槽コーナーとか歩いてて、コーナーとかたまにあるじゃん、無理無理無理ってなる。どっかの誰かと一緒で水槽がんで下向いてたわ。一心やみかど。たこ焼き屋さんか。大阪行ったら阪急阪神フリーパス買って、京都や神戸にも足を伸ばすようだって。ワンデーパスは600円お得だよ、だって。ペットショップにサメがいるの？笑顔がビリケンさんやね。ありがとうなのかな。京都と大阪に10日くらいいると思う。結構いる。これ全部スクショしておいてください。あれって、お猿さん、あれで？いいですよね、パス。初めての彼女の手つなぎやお化け屋敷おすすめ。普通につないで、お化け屋敷とか入らんと。そう、水槽恐怖症やと思いますね。宝禅寺横丁どこ？海しびれてこない？ピース固まってんで言うて。金魚鉢ぐらいならまだなんとか。ワンデパスよく使うって。そう、金魚鉢ぐらいならなんとかやけど、水槽になるとなんかレストランとかでもね、気使っておしゃれにねしてくれてるやつあるけど、マジでいらん。隣に水槽とか配置されてたらもうやめてってなる。笑い続けながら話ができるほど。そうできんね。宝禅寺っていうのね。手をつなぐきっかけなかなかないもんって。歩いててパーッつないだね。足の裏見えないけど、足の裏写真撮ってるやんか。そう、写真撮ってるからピースしてんね。大阪メトロ撮るとき炎上エコカード使うやって。クレープ食べれる店、ニニさんよう知ってるな。お詳しい。すごい、皆さんお詳しくてびっくりしちゃう。あと8分です、ありがとう。たけさん、いけにえって呼んじゃった。いけすやんな。いけにえって呼んだ。
ゆみかとお化け屋敷デートをやってる。私お化け屋敷入らへんからな。通天閣、通天閣、宝泉寺で、気になる女子養成相談窓口調べるのも幸せ。あ、養成になっちゃったんですか。気になる女の子さん、なんと頼ってもらえるのは嬉しいなあ。言うて水槽の何が怖いの、なんか圧迫感があるんですよ。そう、うってなっちゃうの、うん。あと8分。佐々木さんこんばんは。ナス、ナス、新鮮な料理店、あ、海鮮料理店行けないのか。そう、行けへん。あの、見なかったらいい、そこの方だけ見やへんかったらいいし、あとなんか座ってる席の横とかになかったらいけんねんけど、なんか食べログとか見ててここ行こうみたいな頼まれに言われたりとかしたら、あ、ここはごめん無理っていう。もうお化け屋敷でピクニックぐらいの気持ちやから水槽が横にあるお店でご飯はお化け屋敷でピクニックしてるようなもんやからな。お、コウタロウさんが歌っております。エミチみたいな可愛い女の子デートしてみたい。エミチめちゃくちゃめんどくさいでお化け屋敷は無理ですやって。お、意外。 TikTok おすすめ見てたら、何何何が出てきたん。ノーマイカーで地下鉄も600円。カード。そう、水族館 NG。 コロナで声が深まるかも。願ってみち頑張れ、応援してるよ。大阪行ったらアベノハルカス屋上見学ツアー行ってみるのおすすめだって。私がほとんど行ったことないやつばっか皆さん虫かごはいける。虫も無理です。イケスって実は魚には良くないんだよ。食べる用のイケスは、あ、良くないんですか。小さくてストレスみたいな感じ虫は無理。般若心経。にゃんさんこんばんは。確かに天井までガラスなのは怖いけれど、あれアクリルガラスの厚さ40センチとかあるんだよって。なんか別にそれが割れるから割れへんとか、なんかそういうのじゃないんですよ、うん、そういう問題ではなく、だから言ったら映像とかでも無理です。うん、映画館とかで海の中のなんかシーンとかもしんどいしんどいって感じ。ダイビングとかも無理です。その日の朝に締めた魚の方が新鮮やね。あ、そうなんや。お化けは大丈夫ないけど驚かされるやつは苦手ですわやって。まあまあまあ驚きたくないよねエキスポランドデートもいいけど、今は遊園地平場ぐらいかな。だって遊園地 USJ あるよ。そう、 G でもお騒ぎする。お金払って展望台登る気にならない貧乏人です。お化け屋敷になるほどなるほどってのんびりしてたら放送で早く進んでくださいと怒られたそんなことある。アベノハルカスの低い方のビルの屋上なのかな。だって鮮度が落ちると、そう、ストレスが溜まるって聞いてる。やっぱそうなんや。水槽の絵はどんだけリアルかにもよるかも。恐怖症は理屈って分かってても怖いね。確かに、そうそうそう、そうなのよ。そう、大丈夫って分かってるけど、なんかもう気持ち悪い、怖い、うん、無理シユースさんファンレベル8ナイス。大阪行ったらわなかだっけ、か月近くのたこ焼きさんに行くのが楽しい。そう、わなか大好き。2人で遊ぶなら B 型勝負になるからやめとくB 型勝負になっちゃう。確かに平方 T サイト、あ、つたやかお化け屋敷のお化けこっちから脅かせる。でも見えたらあかんのうるしい水槽の中に入ると熱いやつすごいよ。エミチのやつもっとください。水槽の中入りたくないです。エミチもうヒラパーにはおらんのよって。どういうこと。面倒くさいわけがないですが、ついていけるように頑張ります
タムネギさんついていけるように頑張ってくれるんや。あ、大阪に戻ったん？ナンバーグランド花月の左の隣の左隣真ん中。スイッチは人間が生きていける世界じゃないもんね。確かに理屈で言うとそういうことなのかもしれない。シベリア料理もストレス当たらないことが美味しくいただきます。やった T やたか T サイトってレーニャンとモモッチがポクポクでとっかな。だってあと2分ありがとうございます。そう、今私も時計見て思った。もうそろそろ終わります。ありがとうございます。そろそろお風呂に入ってきます。もう1時には寝るぞと決めて頑張ってお風呂入ってきます。明日は私は7時起きぐらいかな。いや嘘、6時50分、嘘、どうしよう、7時6時45分6時45分ぐらいに起きるんで、そろそろね、やぼーっと、はい、というわけでランキングをまず読みたいと思います。はい、いきます。13位みっちゃんさん、12位木村さん、11位シーユソーさん、10位たけさん、9位やんちゃくれさん、8位たっきー、7位ひかるくん、6位たかさん、5位手巻き寿司おさん、4位レオさん、3位ビビ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 オロゲンさん、2位ずかさん、そして1位はたまねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。ふふー、ありがとうございます。起きれる？起きてやるぜ。カッパラーメン、あ、ラーメン食べたい。急に急に。ほんなら皆様ありがとうございました。しゆささん大阪楽しんでくださいね。すごいたくさんみんなこういっぱい書いてたいろんなおすすめを参考にしていただきますように。そしたら明日はトークポートです。はい、明日はトークポートです。あと2枠明日は余っております。どうかどうかよかったら売り切れにしてしまってください。ぜひぜひお待ちしております。ほんならね、皆さんありがとうございました。また明日ね、バイバーイ、ありがとうございました、またね。